低障壁水素結合は特殊な水素結合の一つ。水素結合アクセプターとドナーとの距離が短い場合に見られ結合が特に強い。通常の水素結合ではエネルギー障壁は十分大きいため水素イオンはどちらか一方のヘテロ原子に属している。しかし距離が約2.55まで短くなるとエネルギー障壁が小さくなることによって例。 点エネルギーとエネルギー障壁が近づき、プロトンは両方の原子間を自由に移動でき、ドナーアクセプター間にプロトンが広く分布する低障壁水素結合型となる。この距離がさらに短くなると、この結合は特に短くて強い水素結合と呼ばれる。低障壁水素結合は酵素反応において重要な役割を持つことがある。一般に、 酵素と気質が結合した状態と繊維状態では大きな構造の際はなく大きなエネルギー差は生まれにくい。しかし、低障壁水素結合はドナーとアクセプター間の距離のわずかな変化に依存するため、繊維状態においての未低障壁水素結合が形成され大きな安定化が起こることが考えられる。そのような場合では、困難な反応にもかかわらず反応が顕著に加速する。 下に示されているような、ある特定のアザクラウン型化合物において、低小壁水素結合が見出されている。本化合物では、プロトンは2つのアミドカルボニル酸素間に無理なく、一致しており、その距離は2.45である。この大印管はすでに静電化を持つ2つの、第4級アンモニウムイオンユニットを有しているため、このような位置に、プロトンが存在することが予期されていなかった。 ありがとうございます。